はい、いかがだったでしょうか。ビスのラストシングルのミュージックビデオなんですけれども、この最後の最後に来て王道のアイドルの、ね、砂浜で水着でキラキラ踊るっていう、ビスのミュージックビデオって言ったら今まではすごくこう過激だったりとかちょっとグロテスクだったりとかしたんですけれども、ここに来て王道行っちゃうっていう、この何ですかね、普通このアイドルらしいキラキラなミュージックビデオって言ったら、普通のアイドルだったらまあそれが普通なんですけど、ビスには普通じゃないっていう逆転現象が起きちゃってるのが面白いなって思いました。それではいよいよ今週のトップ3を発表します。まずは今週の3位、ニョキニョキ。3位はミューズで夢の扉。そして2位はニョキニョキ。2位は AKB48 でラブラドールレトリバー。そして今週の1位はニョキニョキ。1位は嵐で誰も知らないとなりました。第2位ラブラドールレトリバー AKB48 は登場2週目で170万枚を突破しました。今週末には37枚目のシングルのセンターをかけた選抜総選挙が行われます。それでは第2位の AKB48 ラブラドールレトリバーのミュージックビデオをご覧いただきます。どうぞ。